さんこんにちは、さくらです。どうもどうもマリサだぜ。というわけで、今回もいただいたコメントの返信からしていきましょうか。前回も本当にたくさんのコメントをいただいたんだよな。はい、なんと本シリーズの動画のコメント最多数を更新しました。ありがとうございます。本当に嬉しい限りです。どれだけ視聴者様に気持ちを支えられてるか想像できないぜ。なので、今回はちょっと多めにコメント返信できたらなぁと。では早速最初のコメントから。グッバイ。おお、また当チャンネル風没をいただいたぜ。ありがとうございます。あえて桜にこだわらず、名字の方を採用してくれたの嬉しいです。そして、実はもう一つこんな案もいただいております。では次のコメント。ウポマリマリ、ウポサクサク。なんとマリサとお揃いのウポツアンをいただいたのです。なんか照れちゃうけど。すごく嬉しいぜ。今回もウポツアンを送ってくださった方、ありがとうございます。では次。ピザを EMC に変換すれば。これは EMC 集めのアイデアについてのコメントだな。確かに、前回紹介した SCP-458 のピザは右クリで手に入るし、EMC も消費しないので、高い EMC を設定すれば、めっちゃ効率のいい EMC 集めになりますね。ただ、やっぱり自分で EMC を設定するときは、バランスを考えて数字を決めたいというか、で、そう思って普通の食べ物と同じくらいの EMC にすると、他の集め方の方が効率良かったりするんですよね。まあ、どこまでモッドの設定をいじるかは難しい判断だな。でもアイデア自体は嬉しかったです。また機会があったときに EMC の設定しようと思います。では次。この SCP 錬金増殖クラフトのパート1の動画でこのチャンネルを知りました。これからも頑張ってください。また初見さんからのコメントをいただいたんだな。初見さんいらっしゃいです。うちはこんなチャンネルです。よかったら他の動画も見てみてね。それパート1でやったやつ。では次のコメント。SCP-354 お願いします。さて、今回も SCP のリクエストをいただいたんだぜ。ありがとうございます。で、調べてみたんですがこれケテルクラスの SCP じゃないですか。っていうか、リクエストいただく SCP ってどことなくケテルクラスの凶暴な奴が多い気が。まあ、桜は攻撃されて喜んじゃうド M だからいいんじゃないか。多くリクエストいただいてる SCP はいつかのパートでやりたいと思うので、また次の動画も見てくれると嬉しいです。そして、今回ももちろん SCP のリクエスト募集してます。コメントよろしくお願いします。では次。タチエとても可愛いですね。ご自身で書かれたのですか？さて、タチエについてのコメントをいただいたんだぜ。ありがとうございます。そうなんです。オリジナルのタチエなんです。いいでしょ？可愛いでしょ？褒められた途端このテンションである。動画制作の合間にぼちぼち表情差分とか書くのが好きです。まあ、絵に関しては本当に私自身の気まぐれではあるんですが、気に入っていただけてると思うと本当に嬉しいです。今度からはぜひ、私の表情などにも注目してみてくださいね。では次。SCP-280 と294と217をできたら作ってください。さて、またたくさんリクエストをいただいたな。はい、ありがとうございます。今回、この中から一つ SCP を採用させてもらいました。なのでぜひ、最後まで見てくれると嬉しいです。というわけで、今回のコメント返信はここまでだな。この他にもコメントをくださった方、本当にありがとうございます。毎回思うんですが、全部紹介しきれないのが残念です。今回紹介したものの他にも、当チャンネルのウポツアンや、SCP のリクエスト、さらに、SCP モッドについてわざわざ調べてくださったコメントもあったんだぜ。いやー、視聴者様には頭が上がらないですほんと。これからも、ご期待に応えられるよう頑張りたいと思います。そして今回ももちろんコメント募集してます。どしどしコメントお待ちしてますね。さて、じゃあ本編に入っていくか。それではオープニングをどうぞ。では、今回も錬金増殖やっていきましょうか。なんで急にテンション下がってるんだよ。実は、今回も SCP トークン作りから始めたかったんですけど、欲しい材料が本当に手に入らなかったんですよね。言葉の感じからして相当粘ったんだな。というわけで、急遽予定変更で他のことやろうと思います。紹介したかった SCP はまた後日アイテムが手に入った時にしようと思います。まあ、こんなこともあるさ。さて前回、村人さんとの交換で EMC を集める方法を紹介したけど、マリサ覚えてる？ああ、めっちゃエメラルドが手に入ったやつだな。で、なんと今回、あの超効率を上回る、さらにチート級の EMC 収集方法を思いついてしまったのです。前回の方法でもすでにチート級だったのに、あれを上回る方法があるのか？やり方は簡単。SCP-914 に金リンゴをセットして、ベリーファインモードで起動するだけ。金リンゴをよりよく改造するわけか。一体何になるんだ？さて結果は、じゃじゃーん。あれ、変わってない？いいえ、ちゃんと変わってます。なんと上位金リンゴになっちゃいました。普通の金リンゴと比べると、EMC の数はなんと10倍近く、改造してる間の6秒間で、EMC が10倍になっちゃうんです。これはもはやチートだろう。
なので、今度はまとめて一気に入れちゃいましょう。これも一瞬で上位金リンゴになってしまうのか？結果は6秒後に明らかになります。それではいざ改造。あ、ちゃんと蓋は閉めてっと。あれ、なんか、長くないか？これはひょっとすると、一個一個に時間がかかる感じ？桜、どういうことだ？実は、この SCP-914 の説明を見てみたところ、金リンゴを改造するには6秒かかるって書いてあったんですよね。で、さっきは金リンゴを63個入れたな。単純計算すると、全部改造されるまで6分近くかかりますね。ということはつまり、今から6分間待とうと思います。そんなことだろうと思った。お、終わったっぽいな。エンダーさんのワープ音と重なってちょっとびくった。では見てみましょう。おう、上位金リンゴがたくさん。はい、なんと上位金リンゴが1スタックできてしまいました。そういう MC はなんと940万。いや、やっぱりこれはチートすぎる。まあ、金リンゴが改造されるまで待つ必要はあるけど、それでもこの効率はどんな方法にも負けないんじゃないかと思います。これで EMC に困ることは本当の意味でなくなりそうです。プロジェクトEと SCP モッドって、実はとっても相性がいいのでは？さて、では一旦拠点に帰りましょうか。で、今回の SCP トークンをクラフトしていきましょう。鉄塊4つと、金塊が2つ、そしてガラス瓶が2つと、真ん中に金リンゴで。SCP-294 トークンの完成。この SCP トークンにも金リンゴを使うんだな。で、これはどんな SCP なんだ？ではいつもみたいに説明していくね。SCP-294、コーヒー自動販売機、オブジェクトクラスはユークリッド。普通のコーヒー自動販売機の見た目をしていますが、ついているキーボードに液体の名前を入力すると、洗剤、自動車オイル、鉄、ガラスなど、液体になれる物質なら、何でもコップに注ぐことができてしまいます。それはやばいな。で、原作を見てみたんですが、いろんな実験結果があってびっくり。興味深い結果がたくさんあって面白いので、皆さんもぜひ検索してみては。それでは、建設作業に移りましょう。おう？この線は？はい、コメントで教えてもらった機能です。しゃがんで右クリックで、どこに設置されるかわかります。はい、というわけで、前回のピザボックスの食堂の後ろに建設してみました。どこに設置されるか分かったのでめっちゃ綺麗に設置できました。ほんとこのシリーズ視聴者様に支えられてるよな。それでは扉オープン。うお、早速あった？そこまで厳重には管理されてないみたいだな。で、この SCP にもかなり嬉しい機能がついているんです。ガラス瓶を持って右クリックすると、このように、ポーションの効果などがずらりと表示されます。まさか。そして、欲しい効果をクリックして出力すると、じゃじゃーん、なんと完成されたポーションが手に入ってしまうのです。ポーションの材料がいらなくなった瞬間である。というわけで、戦闘で効果を発揮するポーションをたくさん作ってみました。この SCP、今後のシリーズでもめちゃくちゃ役に立ちそうですね。EMC に加え、ポーションの生産までもチート級になったわけか。で、なんで戦闘に使うポーションを作ったんだ？ふっふっふっ。それは今回、ある SCP と戦うためです。マリサ、覚悟の準備はいいですか？いや、どうせクラフトするんでしょ？骨が4つと、ゾンビ肉2つ、そして、黒曜石と金リンゴ、エンダーアイをこのように配置して、SCP-682 トークンの完成。これは、でっかい目玉なのかな、と、とうとう作ってしまった。リクエストが多かったからクラフトしてみたけど、これ本当に、大丈夫なのかな。いや待って、え？そんなにヤバいやつなの？というわけで早速建設。この SCP は冗談抜きでヤバいということで、ちょっと離れたところに建設してみました。まさかの川の向こう側という。そして、さっき作ったポーションと、予備のダイヤ装備、上位金リンゴ1スタックも用意して、念のためデータのバックアップも取っておきました。いやいやいや、用意周到すぎるだろ。今回の SCP どんだけヤバいんだよ。さて、それでは施設を探索しながら、この SCP について解説しましょうか。SCP-682、不死身の爬虫類、オブジェクトクラスはもちろんケテル。もちろんって。巨大な爬虫類のような生物で、塩酸で満たされた収容室に収容されています。頭が良く、人間と会話することもできますが、生命に対して激しい憎悪を抱いているようで、職員が接触することは禁止されています。そして、この SCP の特徴はとてつもない生命力。財団は幾度となくこの生物を収容しようと試みましたが、すべて失敗に終わっています。今はただ、塩酸によってダメージを与え続けることしかできません。つまり、いくら攻撃したとしても死ぬことはないと。はい。なので今回は倒すことを完全に諦めてます。その代わり、今の装備と1スタックの上位金リンゴで、どれだけこのトカゲちゃんに立ち向かえるのか見てもらえたらなぁと。いやトカゲちゃんって。というわけで早速ですが、この塩酸の部屋を壊してみましょう。こっちはポーションと上位金リンゴで準備万端だぜ。いざご対面。あれ？
全然出てきてくれないんだけど。めっちゃ塩酸漏れててくさ。よし、ついに来ました収容違反。収容違反を喜んでんじゃねえよ。早速金リンゴを食べて立ち向かいます。奴は施設の装置に気を取られてるぜ。今のうちだ。おやおや、こんなに攻撃してるのに全然やられる気配がないよ。それどころかさっきから体が大きくなってパワーアップしてるようにも見えるぜ。おやおや、一瞬で上位金リンゴの効果が溶けていく。頑張るんだぜ。ダメだ、予備のダイヤ装備に着替えたのに上位金リンゴ食べ続けてるのに押されてきた。これはやばい。うおやー、次回はバックアップのデータから再開しようと思います。賢明な判断でくさ。